ユダ、ユガ、空手家は本当は様々な具のおにぎり食べたいのにキャラ的に塩おむすびしか食べれないように設定されてるヤマト、カルトです。今日は何？今日は女子。あ、で若い、若い。何が若いって心が若い。ああ、同心心ね。この間ですね、僕たち動物園で石りとりをやるっていう最強の神企画をやったわけじゃないですか。あの変なチョコ企画ね。革命的な企画をやったんですけれども、うん、あの時に、まあ、僕たちだけでやっていくよって言って、まあ、そのオープニングトークで女の子と石りとりをやった思い出なんかが出てきまして、その流れで企画を説明したもんですから、あれ今日は女子が来てるんじゃないかみたいな感じになったわけですよ。で、まあ来てないってなった時にやっぱ学習させてしまったと、うん、僕の中で深い教訓を負いました。まあ偉いな、ありがとう。本日なんですけれども、このカメラの向こう側に女性がいます。知るね、なんかやっぱこの光でさ、ちゃんとは見えないけど、今から出てきていただくんですけれども、僕たちコムドットのスローガンというのはね、地元のノリを全国へということで、この地元のメンバーで結成されたグループですから、ここでやってるノリ、大切にしてる精神だったりを全国に広げていこう、驚かせていこうというチームなんじゃないですか。本日はですね、そんな僕たちコムドットの渾身の地元企画となっております。ということで本日の企画、第2回地元の女子と深夜ドライブ。行く。第2回と言ったんですけど、第1回は天使とドライブしてみたっていう企画ですね。半年前ぐらいに、まあ、第1回実はやってまして、この時の地元の友達が堀田さん。視聴者の方にもね、馴染み深いと思うんですけど、まあ、堀田さんね、大人気ですよ。今回来ていただいてる第2回の地元女子友達のゲストの方、これ堀田さんの人気に匹敵します。おお、まあ、堀田が天使なら今回は姫って感じ。あー、確かに確かに。しかも今回なんですけど、なんと顔出しをガツガツしていきたいという。おお、本人の熱烈な希望の中、顔出しは堀田ちゃんはダメだもんね。そう、今回はルミの希望なんですよ。あ、希望なんだ。私の顔をガツガツ出したい。おお。まあ僕たちともね、それぞれやっぱ親交がありまして、うん、まあ本当に仲がいい友達なんですけれども、もう早速出てきていただきますか。もうそう、出てきてもらおう。まあ見たいもんね。じゃあここにね、出てきていただきたいと思います。はい、ということで本日のゲストは松本千夏さんです。こんばんは。こんばんは、松本千夏です。はきつい。しかもさ、ガツガツ顔出したいとか言ってないし。言ってないよね。ね、言ってないんですけど。こんばんは。視聴者の皆さんの中ね、あれ地元の友達嘘じゃないんかっていうツッコミを入れてる方もいると思うんですよ。というのも、松本千奈さん活動しています。はい、表に立って活動してる方ですね。はい、ゆうたくんちょっと説明お願いしていいか。いいんですか僕。あ、詳しいからね、ゆうたはやっぱ。松本千奈さんなんですけども、地元初シンガーソングライターとしてですね、活動しております。よー、二大巨頭ですからね、俺のお母さんと。そうだよね、勢力を今こうしてます。間違いない。いや本当にこう地元が同じというか、小中学校から一緒です。前回第1回の堀田とドライブした時は大親友のかなたってやつがいたんですけど、あいつなんかいたね。なんでかなたを呼んだかっていうと、俺らよりもかなたの方が仲良くて、まあ、かなたがいた方が円滑に撮影進むし、堀田もやりやすいんじゃないかっていうことで堀田呼んだんですけども、今回誰もいません。っていうのもメンバーの中に松本さんの親友がいると、こちらゆうたくんです。ました。家族だって思ってた。チーム以上だ。いや、ゆうたくんはですね、なんで仲いいの。小学校の時に同じクラスだったんですよ。うん、小学校5、6年かな。俗に言う和也くんと松本と、もうほんと3人でもめっちゃ遊んだね。なんか普通にさ、YouTuber になったからもなんか3人でご飯とかなんかたびたび行ってるイメージ。行ってる行ってる。ほんとはもう一人いるんだけどね。ほんとはもう一人、あの4人のりっちゅうグループのよしおっているでしょ。あのよしおのお兄ちゃん、そういちっていう男がいて、そこと4人で仲良かったの。あー、そうちゃんね。そうちゃん。ゆうたくんなんかはね、PV にも出演してますからね。そうです、ありがとうございました。ありがとうございました、ほんとに。素晴らしい歌ですね。素晴らしい歌ですよ。ありがとうございます。まあ本日はですね、この松本千夏さんと、まあ、普通に深夜ドライブをしていきたいと。まあ、やっぱ地元の友達で深夜ドライブするっていうのは、まあ、地元のりの一つ大切なことですから、これしながら今日遊んでいくんですけど、まあ、目的地というか行きたい場所はもう決めてもらいたいと思います。こっちが、うん、あ、マジでここ行きたい。うわー、けどどうだ、松本が決める目的地どうだ。遠そうだね。遠そうだ。好奇心旺盛だから遠そうだよ。国内ドライブ。みこたま。おお。ちょうど好きなの、ニコタマ。本日の目的地はニコタマということで、まあ早速ね、車の方に乗り込んで、はい、まあいろいろねトークしながら向かっていきたいと思います。ラジャ。それではやっていきましょう。
ました久しぶりのドライブ。いや最高ですね。どうですか気持ちの方は。最高です。最高だね。最高です。なんか思い出しますねちょっと2年前とかをやっぱり、うん、そうですね。ユーマ思い出あるっけ。一掃されてるないんだよね。そのユーマとの一番の思い出って言ったら何なの。ひねり出すとしたら、あれあれ、みかんサイダーのライブにめっちゃみんな大勢で来てくれた時にユーマがミカサイ T シャツ買ってくれて、うちがそのユーマのにサイン書いた。でユーマがめっちゃ気持ちよさそうにしてるみたいな。あーやべえ。いや本当にやだな。グーパンしたやつね。実はですね、初コラボみたいな感じに見えるじゃないですか。でもこれ実は初じゃないんだよね。本当に俺らが底辺中の底辺の時に、松本のあの時もう活動してたんだっけ。してたしてた、ユニットでね3万人ぐらいいたもんね。ああそうだ、全然多かったんだよね。コラボさせてもらって川入野球拳一緒にやってね、パイぶつけてもらいました。そう、あの時俺が黒すぎて映ってなかった。そうだよね、怪人みたいな黒沢。怪人だよあれは。そうだ、ユータ元の関係値から説明するのがやっぱ一番いいかな。じゃあ一番仲いいユータから。じゃあまず僕と松本さんの関係から正直なこと言うと、多分出会いは小学5年生の時に同じクラスになって、で5年生始まった時に俺カズエと仲良かったからカズエと一緒にいて、で松本はもともとカズエと仲良かったのかな。そうなの。でそれでまあ何かしらの表紙で一緒に遊ぶようになって、もう一緒に遊ぶようになってからはもう誰も手がつけられなかった。もう仲良すぎて割って入れない。よロビンソン。本当誰も触れないから。マジで。よロビンソン。マジで誰もが触れなかったから。2人だけの国だったの。あ、なるほど。カズエすら弾いた。2人だけの国。うちダンス習ってたの。そこに ついてきたよ。俺がよ。そう、一緒に踊った。だからお前好きだったちゃう。ゆうたお前、あ、ゆうたお前出た。地元のさ駄菓子屋がある公園あるやん、あそこの公民館みたいなところでダンスやった。そうで、そこにカズエと一緒に行ってバレエみたいなダンスをひたすらやらされるっていう。小学校でそんな男女綺麗に仲良いことあんまなくない？結構ね、その松本が男勝りというかあんま女子っぽくなかったんだよね。めっちゃアクティブだったし。そうそうそう、鬼ごっこやったりプロレスやったり野球拳やったやん。あ、野球拳やった。やぶな、やぶな。何してんの言うの。マセガキ。まあこれ野球拳の話なんですけど、うん、まあ、当時雪が降ったわけです。私たちの中学校の近くに大きい芝生のとこあるでしょ。あそこにね積もるわけですよ。で本当はあそこ入っちゃダメなんだけど、多分僕たち好奇心旺盛ですから、僕とカズエと松本さんは入ろうよってなったわけだけど、他の子たちはいややめた方がいいよみたいなんで帰っちゃったので、俺ら3人はもう止まれなくてよじ登って入ってわーってでんぐり返しとかしまくって、そう野球拳やってじゃんけんで負けた人は最終的に脱いで雪の上ででんぐり返しっていうゲームだった。何その変態プレイ。やばいプレイだ、ね、鬼の変態プレイ。カズエがタンクトップになって、うん、でんぐり返しした。誰とくやん。あいつずっとやってんだな、そういうこと。仲いいんだね、本当に。しかも、僕と松本の関係性。前回ね、出てくれた堀田と松本めっちゃ仲いい。まあ、親友なわけじゃん。親友、大親友。堀田がまあ前回発覚したけど俺も好きだったみたいな。まあまあ発覚したね。発覚した。多分それで俺の相談を受けてたっていうのが最初の関係性かな。うちマジで一回も聞いたことないよ。一回も聞いたんだ。ヤマトの名前。名前は言い過ぎじゃない。あれが気使ってたパターンもあるわ。いやまあまあまあそれはどうなんだ。まあ堀田も当時は言えなかったパターンが濃いぞ。できる女性なんですよ堀田も。ヤマトをね立てようと。でも俺松本一緒のクラスになったの中学校入ってからあるよね。中3のさ一番大事な時期に一緒になったよね。あ、そうだ。うわ、このエピソード話そうかどうか迷うな。今出さないでいつ出すんだよ。いや、今出さないで墓まで持ってこうか迷ってる。結構ヤバエピだ。一緒のクラスだったんだけど、やっぱ受験があるじゃん。受かんの早かったよね。早かった早かった。推薦ね。で、俺も早かった。受かった人はちょっと早めに部屋に集められるみたいな日あったやん。泉先生が教卓の前に立ってて、松本なんか帰んなきゃいけないみたいなことを言い始めたの。で、このじゃあ理由をしっかり述べてから帰ってみたいな感じでこう泉先生があの雰囲気ね。そしたら松本がその時にいや私この後ちょっと願社行かなきゃいけないんで帰ります。何に行かなきゃいけない。松本はね確実に願社に行かなきゃいけないから帰ります。判断だよね。そう願社あんま言わないほうがいい。どういう意味いやまあそう聞かない聞かない。今も分かってないし当時も分かってなかったから全然本人は本当に何。いやそう危ないものだな。ナイフと近い。事件性高い。場合によっては見えなくなっちゃう。
っていうくだりがあって、いや俺も優香は迷ったよもちろん。その当時ね、今当時だからね。けど言ったのよ、いや今松本ゴンシャって言ったよねみたいな。でそのあんま仲良くない男子もいやだいぶ盛り上がるわけ。本人はえ何それみたいな感じで、だから泉先生がやめろそれ。大人いた、いい大人いた。鈴木やめろそれ。まあ事なきを得たっていうエピソードが一応あって、まあでも今はもう知らないからね。ヤマトすぐ話してきたから俺らに。バカにしてるやん。すぐもうちょっと松本がホットだったからね。やっぱどっから輸入されたんだろうっていうのはすごい気になってたんだけど、まあ今の感じ見るとやっぱ知らないっていうのもあるし、まあ事件解決しちゃう。えアムスは同じクラスになったことある？一回もない。ないね。そうなんだ。あの学校で喋った記憶もないっていう。ないね。え好きやった？いやこれでうんうんっていうのも気まずくない？まあまあね。いやでもあっちゃんってさ、そのやっぱ人が好きになる人どん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 かぶせて好きになっていくタイプやし、好きなとこだ。ないだ。いやまあないです。ねえのなんかな、うちまで気まずいよ。な、 ないはないでどんまい。あちゃんは基本的に結構人を好きになりやすい性格だけど、なってないってことはどんまい。これびっくりなのが嘘つかないし。まあ、あの歌は好きよ。めっちゃ上から行く。歌は好きよ。でもなんか仲はいいよね。成人式迎える前から結構遊んでたから、ね、地元で遊ぶ時はあっちゃんもうちもいることあってね。出席率の高い2人だった。高校卒業してからかな、まあ、それで言うとやっぱヒューが小学校違うからね。小学校も違えば中学校も俺あっちゃんとよ一回も話したことないからね。けど卒アルの写真見たら一応席は近かった。でもさ同じクラスだったよね俺ら3人。そうだよ、同じクラスだったんだけどグループがあったじゃない。当たり目っていうさ、堀田も一緒なんだけど、でもその異世界と化してた。まあまあ4人はなんかちょっとほんわかしてたね。アイドルが好きだったから俺らもつける隙もないみたいな。なんかそれすっげー覚えてんだけどさ、シチュエーションっていうスペルある。なんかそのスペルをなんか俺に聞いてきて、俺が間違えたのをめっちゃ怒られたんだよ。ラブシチュエーションって曲があって、シチュエーションって書くの難しいじゃん。シチュエーションだけ覚えたのうち。ああヤマトって英語さすごい頭いいじゃん。でヤマトにシチュエーション書けるって言って書けなかったの。めっちゃ嬉しくて。あとそれめっちゃ言われた気がする。覚えて嵐のやつだからみたいな感じで。でなんか卒アルとかにもなんか嵐のことすげえ書いてなかった。二宮千夏だったもん。ちょっとやめて。 あそうだ。黒歴史黒歴史。二宮千夏より。怖いよねその中学生のね。まあ関係性的にはそんな感じじゃない。そうだね。いや、あれ、あれ、僕は今あげと。それで言うと、浦津さんと僕は2人で千夏さんのライブに行ってますからね。はい、そうです、そうです。行きました、行きましたよ。2人で、電車でめっちゃ楽しかったよ。楽しかった。すっげえいいライブだったね。虫が止まった事件とかも起きて。どんどん虫が止まった事件。カブトムシっていう曲があるでしょ。それをカバーして歌ってたのよ。カブトムシの歌でピークその時にめちゃくそでかい虫がずっと俺とユーマの間を浮遊してたのよ。まあ俺もユーマもこうちょっと集中できない感じで、うんうん、歌詞と同時ぐらいのタイミングで止まったんだよねユーマに。このユーマのしんみりみんなも聞いてるから。そうなんです。笑い止まんなくなっちゃった。すっごいいいとこなんか。すっごい良かったね、まあ、あのライブね。良かったですよ。あとまあ追加で加えるとしたら、俺と松本はあの顔が似てるって。うわ出た。出た。ずっと自分で言ってるやつ。それは似てる似てないじゃなくてね。言ってるだけだからまあ許してあげて。似てると思う。じゃあまあ似てる写真はあるよ。マジで。でもちょっと嬉しいよ。嬉しいの。ああ嬉しいよ。結構なおじちゃんだよユーマも。でも笑顔がいいじゃん。ありがとうございます。結構嬉しいかも。これは松本と似てるんだよ。それを松本がいないところで言ってんのがガチっぽくて嫌なんだよね。うち初めて聞いたもん。はい、関係性こんな感じですね。あのさ、ちょっと前回の時にやったんだけど、面白ランキングとか。あーやったね、森田。松本が思うコムドットの面白いランキングっていうのを教えてほしいっていうのは。面白いか。松本の観点って、前回はカナタも乗ってたから、堀田はね、カナタを1位にしてる。それはどう思った？いや、わかんないよね、気持ちが。最高最高。カナタ今画面にフーンって出てきてた。なんでですか、ボーン。カナタはね、うるさい。昔からそう。カズエは？カズエは面白くないけど、でも優しいから。優しいんだよな。タイで泣いてます。面白いけどね。
まあ4位からじゃない。4位はね、あっちゃん。しゃあ最下位じゃねえぜ。これは熱い。やっぱ地元の友達に最下位をつけられるっていうのは不名誉だから。うちの観点だからね、全然気にしない。3位はゆうま。おお、やばい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 、これはマジでやばい。これは熱い。2位がゆうた。次のとこで止めれる？なんか止めれる場所。いやこれは全然やばいよ。ヤマト俺結構性質似てるから笑いの。1位はヒューガ。うおー来たー。マジででかい、大きい。まあ気にしないで気にしないで。ヤマト面白いってイメージないかも。あんだけ感謝の話してて。結構さ、こう貪欲な方ね俺。面白くないって言ってもらった方がいいよ。堀田の時は1位だったからね。今日で挽回する、挽回する可能性は全然余地ありだね。ちなみになんかコムドットのさ、一番好きな動画とか。最近で好きな動画言っていい？ユーマとあのイチエちゃんの。おお、マジで。あれバカおもろかったし最高だったよな。ほのぼのしてよかった。ありがとうございます。動画見てて爆笑とかしたりする？するよ。でその爆笑する時にやっぱヒューガが多いみたいな。そうね、ヒューガーは遊ぶ時とかもツッコミがおもろい。ユータもそうだし。その言葉の重さを一回知った方がいいな。ヒューガーとかユータをって言った時に他さんが惨殺されてるって言ってた。ボケ担当だから。あ、まあ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 、そうだね。ツッコミ好きなのかな。ツッコミ好きだよ。じゃあ今日たくさんツッコんでこう。お前のツッコミボケみたいやん。うるせえよ。もうほぼ文句。それ怒ってるだけやからね。それに関しては。ニコ玉っていうのはどんぐらいかかるの？あと15分。あ、近いんだ。せっかくだしご飯食べたよね。食べたい。そうか、え、まだ21点で言うんでこ。ゆうたはさ、松本の PV に出てたわけやね。その時の裏話みたいな。あいつの犬のね、ミュージックビデオに僕出させていただいたんですけども、実はですね、すごい巻いてたんです。へー。2時間巻きで、その次に撮りたいシーンが夜のシーンだったから、日没待ちですみたいな、日没を待つ時間があって、俺は控室みたいなところで寝てたのよ。ハウススタジオみたいなので一軒家だったから、部屋もそんな多くないわけ。控室が松本と一緒だったんだけど、俺が寝てられた松本はラジオのコメント撮りとかしてました。おー、仕事人だ。活躍してるからね、忙しいよね。すごいよね、この地元でさ、何も持ってない俺らがさ、ちょっとこう名を馳せて有名になってるっていうのは結構マジですごくない？いや、すごい。長いっすよ、僕たち下積み。やっぱどっちも頑張れるもん。コムドット頑張ってるか頑張ろうってマジでずっとなってる、何年かも。へぇ、マジでなってるよ。うわ、来週あたりやめてみようかな。あ、俺らが来週やめてみよう。やめたら、うん、いや頑張るよ。そうじゃ、俺らで成り立ってるわけではない。その分も頑張るタイプなんだよ多分。うぬぼれちゃった。あ、ね、マック寄るっていうのもありやね。うちもさ、今マック行きたいって思った。おお、完全に穴行きやんこれ。同じこと考えてたよ。あいつの犬のさ、ミュージックビデオの撮影あったでしょ。あれでちょっと俺思ったことが一個あって、あの撮影行った時俺らも撮影回ってて、個人仕事密着みたいな、うん、はい、松本の方の YouTube チャンネルでもメイキングみたいなの撮ってたんで、俺らの方の密着のカット、自分のシーンだから自分でカットしたわけで、ミュージックビデオの演出で俺と松本が喧嘩するシーンみたいなのがあったのよ。ミュージックビデオだと歌が流れてるから声使われてない。密着の映像だと俺らの生声がずっとこう飛び交ってんだよ。俺その素材をバーって見て恥ずかしすぎてほぼカットしたの。バーって切ったら後日松本の方のメイキングでバッチシ上がった。いや上がった。いやマジすごかった。全然その恥ずかしいとかじゃなくて、やっぱ上手いよな、ゆうた演技な。でそっちで上がってて TikTok とか見てたら回ってるわけですよ、そのシーンが。めちゃめちゃ、あ、けど恥ずかしかった、ぶっちゃけ。あのヒュー左手関係ある？それは別に人それぞれの行為だろう。運転手回ってるからあんま言うことない、うん、まあ、まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです、ありがとうございます。食ってねえだお前。これ、照り焼きじゃん。照り焼きじゃん。ありがとうございます。それ、シュパチキ？シュパチキって言ってたよ。シュキシュキホールドの主演。やめろやめろ。お前、革命的に変態やん。え、それ、シュパチキじゃないって。シュパチキ3つ頼んだよ。あ、シュパチキ。え、噛んでた。そのやっぱツッコミが好きって言ってたから、それシュキシュキホールドのシュヤンっていうバカがツッコミないよ。なんだけど、あ、なにこれ、アムギレが死んだ。はい、エビバーガーで。エビバーガーは、エビバーガーって言ってた。やばいよ、エビバーガー。俺に聞いてから俺全部覚えてた。お前バカ勝手についてきちゃうからダメだよ。
友達の盛り上がり方すんな。じゃあせっかくだし一応乾杯でもしとこうか。飲み物持ってない人はハンバーガーでよろしく。飲料を掲げようということで、僕たちが今後、僕たちが今後もっと売れない可能性、これ一切ない。めっちゃ嬉しいわ。いやー俺らも嬉しいわ。こういうの最近なかったもん。コロナだからさ、どのタイミングで外出ていいか分かんなくなっちゃうよ、ね、今いいんかなみたいな。結局俺らも外出る回数めっちゃ減ったもん。すげえなって思うのはこの移動中にさ、普通に俺ら音楽流すんだけど、普通にその中に松本の曲が入ってるっていうのがもうやっぱアーティストとしてすごいなって思う。うちさ、この間さ久々地元帰ったらめっちゃでかい音で煙流れたの。ヤンキーの車ってさでかいじゃん。ヤンキーが流してると思って、でもめっちゃ嬉しかったの。うん、大丈夫だよ。危ない危ない。地元中がね、煙が響き渡って嬉しいなと思ったら、止まったらその車が前で風に乗ってた。あいつ最高の友達やん。ウケるね、その隠れてやってる優しさみたいなのが見える感じ。めっちゃいいと思って普通に聴いてたんだろうね。いや俺松本の曲で好きな曲があって、優しすぎる君がけっていう曲なんだけど、それがねつい最近出たんだけど、俺これ5年前ぐらいからずっと好きで、だけど YouTube とか探しても出てこないから。で松本が Twitter で歌ってた動画を上げてて、それをわざわざ画面録画して聞いてたから。やばいよ、めっちゃ嬉しい。5年越しにね出たの嬉しい。あっちゃんめちゃくちゃ喜んでたよ。きたー、嬉しい。ね、俺の横でガチャ当てたのかと思って。ガロクもそれほど好きなそのさが来るっていうのすごいわ。すごい、だって俺ガロクってその虫バトルしかしたことないもん。危険に出さない方が良かった。虫バトルと松本の名曲を危険に出さない方が。違う違う、バカお前どっちにも失礼だわ。どっちかっていうと虫バトルには失礼していいでしょ。あんまりしぎないからね。どういう曲なんて、ちょっと踊って、あのサビ歌っていい。優しすぎる君が嫌い、もっと言い返してほしいのに。いや優しすぎるんですけどね俺が。いやいいねやっぱ。最後にやべえやつが憑依してなければ完璧だったよ。やっぱ何でも言い合える関係こそいいことですもんね。やっぱ自分で全部歌詞書くんだ。自分で全部歌詞書く、天才だよ。優しすぎる君が嫌いはこちら初めて作った曲。すごい、すごいよね。もう6年ぐらい前になるね。天才だよ。だってさ、高校卒業してすぐぐらいにさ、優しすぎる人のことを嫌いって感情出ないでしょ。その時はごめんね、ちょっと優しくしすぎちゃったかも。マジか、5年前ってやばいね。だって俺ら YouTube 全然始めてないもん、ね、まだその時の俺が優しすぎたっていうのが曲になるとは俺も思ってなかったけどもね。時計のうん、ビメロね。ビメロの話とか。すっご好きです。描かれた本にいるけど、他どんな歌詞がある？好きな歌詞とかある？あ、好きな歌詞。嘘でしょ。嘘だよ、絶対。また黙り込んじゃった。すごい。私それ見て。素晴らしいわ。ちょっと、あーさっき来てぇな。歌っていいんですか？え、歌ってくれんの？うん。こんな奇跡あんの？やった。あれ優しすぎる君が嫌いだよ。すごい、お願いします。優しすぎる君が嫌い、もっと言い返してほしいのに。喧嘩だってしたいのに、ずっと二人でいたいのに。18が勝つか。すごい、最高。ねえ、新曲聴いてねって言っていい？聴いてください。いっぱい行って、いっぱい行って。久々に聞いたね、生歌を。歌詞を書く才能とさ、歌を歌う才能って全く別ベクトルの才能なわけやん。それが両方あるってマジすごいよね。いや、天才だよ。いや、熱くなんなって。お前さ、お前何急に熱くなってんだ。びっくりしちゃったよ。別ベクトルのもん。熱くなってしまうぐらいやっぱすごかったわ。いや、本当にすごいよ。お前無理に熱くなんないよ。
なんか2列目の方がちょっとイチャついてなかった。なんかその曲歌う前にハンバーガー半分食べたから半分食べないを無言でやってたのは何？歌っていいんですか？え、歌ってくれんの？うん、そんな奇跡あんの？やったあれえ、無言のトレード交換した？半分こう死なれちゃってるやん。決めてたの、その注文した時に。そう、辛いからね。もうそろそろ着きますね、これ山を着くぞ。ちょっとニコタバなんか詳しいみたいなんで、まあちょっと案内してもらいつつ散策でもしますか。はい、はい、はい、ということでニコタバ到着しました。全然俺何あるか知らないんだけど。いい感じだよ。あ、そうなんだ。ちょ、何やってんだよ前。一緒に2着着着合わせられない。どっちも合わせる気ないよ。あったあった、あったよ。足がね。足がね。あっち行くと、もうやっぱ。あっちゃんなんか何気デッドスポット詳しいみたいなのあるよ。だってここ膨れなちゃんと来ましたから。ああ、そっかそっか。なるほどね。そうそうそう。わ、めっちゃいいじゃん。いやー、なんかいいですねこの感じ。どんなに有名になっても地元の友達だけは変わらないこの感じが僕は好きだ。これだけはいつまでも守り抜いていかなければいけないんだ。守り抜くためには俺らは上に行き続ける必要がある。そうすればずっとこうして遊べるもんだ。おお、なんかあっちじゃない。そうなんですよ。よき、これ今見てるやつ一番好きな場所なんだ。うでしょ。ちょちょちょ、バカバカバカ、何してん何してん何してんな。もうちょっとで焼け、もうちょっとで焼け。ラーメンぐらいの。ゆうた、もうちょっとで焼け、もうちょっとで焼けだろ。ダメだろ。いや、これがいいことを世の中にバラすんだ。ここに人が集まっちゃう。バカが、お前そっち側か。どうすんだよ。すみません、カットで。じゃあちょきれい。じゃあ松本投げてくんね。あ、これ流行ってんだ、ヤマトの中で。いくぞ。うい、わっしょい。出てくるワードいいな。すげー人いるんだ。いや、これは最高だね。ここってさ、あのニコ学ナインがさ、決勝の前に話してた。いや、ワンチャンあるね、その河川敷みたいなの。ワンチャン多分、そうそうそう。ずっとあんやが、あそこに。ニコ玉すごいいいね。気持ちいいでしょ。うん、川があるっていうのが全然ちゃう。もっとあったかくなってきた時とかすごいだろうね。あ、このせせらぎがいいわ。おい、何やってんだよ。なんかやっぱこの広いところでなんかちょっとワンフレーズ聞けたりしたら嬉しいよね。あー、曲？では聴いてください、サーシードッグで。君の見る景色は全部僕のものにしてみたくて、君を忘れられない。じゃあ高校松本ちゃん、この歌この歌いけるの？いけるの？君の見る景色を全部僕のものにしてみたかったんだ、マジか。すごいな、本当に誇りですよ、地元の。視聴者さんも戻ってるよ、今。結構でも声出てたよ。声は出てた。声はって声はすごいよ。聞いてたいか聞いてたくないかだよね。出る出ないとか一旦無視してさ、シャッフル機能で1年に1回出てきて、まあ笑うぐらい。あ、笑うの？笑う。止めて、ボタン押して。ダメっていうところで、それで聞いてください。先行ヤマトで死んでるよ、ごめん。シンデレラボイラージを回って、腕の中で私を泣かせないで、気づかないふりをしてそのままつけるタバコが大嫌い。それいいんだけど、目をつぶっているのでボタンを押しても止まりません。いや、おそらく押しても止まりません。押す気もなかったです、僕は。一応高校アムです。
頭じゃ分かっていても。 A メロかな？ A メロ？ めっちゃ怒ってるから。じゃあ今止まって、今止まってる。あたしの前だ、そこまで弱さを見せて無邪気な横で呼んでみて、誰も見ないでいて欲しかっただけ。死んで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 レールポイレージを回って腕の中で私を泣かせないで、気づかない振りをしてそのまま続ける。騙されてあげていたんだ。なんだ。しかもさ、今日のゲストがゲストに全然抜けてこう。え、なんか今歌いたい曲とかさ、ここにぴったりみたいな。ここにぴったりなのはあいつの犬かな。出ました。やっぱ自分の曲だからね。そうだね。ユータもいるし。じゃあ。聞いてください、あいつの犬。家族だって思ってた、家族だって思ってた、会えなくなる前にちゃんと撫でてあげたかったよ。お父さんもなんか松本に釣られてめっちゃ上手くなってた。上手かったね。お前きっと麦の尺とか返してほしくなるな。まあなんかそれはそれでやっぱさ、なんか、まあ、かけ2ぐらいで交流ぐらい。いやなんか久々に聞けてよかったわ。いいとこでやることだったら来て。もう頑張るわ。せっかくだし、じゃあみんなで写真でも撮りますか。いいよ。ということでラストは松本をね、家の方まで送っていきたいと思います。ということで帰っていきましょう。まあちょっと車乗りまして、普通にねこのカメラを回すまでにね、松本千夏本人の前で松本千夏の曲を聴くという、なんとも贅沢なね名曲が多いわ。で調べれば聴けるっていうのはすごいな。地元の友達の歌うまいやつの歌とかさ、カラオケ行かないと聴けないわけ。歌ってとか言わないと。アップルミュージックにあるんだよ。いや確かにマジそうだ。確かに。まあ、松本も俺らの歌声聞けたかったら、やっぱサビ早歌いドライブって調べてもらえればね。うん、聞いてる聞いてるよ。一応オフドットの方にもいろいろ上がってたりするから、ね、ユーマの前の家でね、歌ったりしてますから。いやっから見たよ。コムドットユータもね曲出しましたからね。ああそうですよ、アーティストデビューしてます。ちょっとワンフレーズもらいたいですよ。 OK。 向かい風の中を一人でふざけてみたい。それやっぱこう、僕も口から音源って言われてますか。いや言われてない。どうする、根っから音声加工のヤマトの歌声も聞いてくれる。口からじゃなくて根っからね。根っから音声加工されてるヤマト。久しぶりにちょっとヴァンパイアもらっていい。いやそう、ヴァンパイア良かったんだよな。うん、まあじゃあ一応本気出してガチ。いやまあ常に本気だからね。その本気を求めるのはやぼったいかもしれない。やぼったいってやばい。新しい。あたしヴァンパイアいいの、吸っちゃっていいの、もう無理もう無理なんて悪いコラレ。リミックス出せる。補正かけてもらってる。根っから音声加工のヤマトって言われてる。ちなみにあの動画多分一番見てる人になるけど。え、なんで見てくれてる。だって車の移動中にめっちゃ聞いてた。あのこの動画だってオフラインに保存してましたから。うわすごい嬉しい。ユーマの誕生日ラップとか聞いて。あ、聞いてたよ。これもオフライン入ってた。おすごい嬉しい。ユーマちょっと歌えんの。え、なんだっけ、コムドットユーマ。俺は普段ラップやんねえ。手を食ったカップラーメン、優しくて面白くて。うわ思い出しながらのきついな。まあ結構前だからね。うん、俺は絶対歌えるもん。コムドットユーマ。俺は普段ラップやね。手を食ったカップラーメン、優しくて面白くて、今の夢見る姿にリスペクト。俺は追い続ける。キュー二人の未来のシルエット。せせせせせせ。ハッピーバースデーチュインチョン。いや今途中鈴木は。やっぱあっちゃんがすごいんだね。あっちゃんってマジ間違わないよな。ユーマの誕生日ラップの自分のバース歌える。歌えよ。ユーが今日で23歳。いつも繰り広げる自由な笑い。ユータのとこ。
水ゆうたの方が俺、あっちゃんとこ歌える。お、頼むわ。誕生日おめでとう。ヒューガってどんな人？フォーエグザンポー。彼はお笑い担当。オールとイーロイーロ対局だが、お互い最高。7人今日もセブンスター、みんなで一緒に笑うんだ。いや完璧やスカイドット7人セブンスター、これからもたくさん笑うんだ。中学校から頼れる相棒、心の底からありがとう。今男気あふれる太陽が背中、明るい未来はその手の中さ。なんか本当ヤマトっぽくていいよね。俺よく聞くからね、みんなの誕生日おめでとう。その曲はさ、ヒューガのためにやっぱ俺は書いたわけやん。なんかいつか松本がなんか俺ら5人のために曲とか書いてくれたら嬉しいよね。あの無理なリクエストになってしまうかもしれないけどさ、作りたいですね。うちあのリケアな曲あんだよね。好きとかじゃないよ。すごい遊んでた時期があって、うん、その時に書いた。松本が安心してリキアっていう名前を出せるぐらいやっぱこうリキアを浸透させておいてよかった。そうよ、安心して出しちゃってるから今名前5人のっていうのがいつか作るわ。うわ、うん、最初から知ってくれてるやん。てかまあお互い知ってるからさ、活動始めたら。めっちゃ知ってるもん。小学校から知ってるんですから。恥ずかしいこととか歌詞書いちゃっても歌詞って止められないからね。なかなか。ヤマトがうちの親友に蹴られて泣いてたこととか書いちゃおう。懐かしい。いや蹴られて泣いた覚えがあるわ。どう歌詞っぽく落とし込むんだろう。それでもヤマト今社長って朝に来ちゃったの。朝を次の日にみんなに見せたい。うわ見てんだよ。うわ別にいいだろう。まあ俺カツエにも蹴られたことあるし、池田にも蹴られたことあるヤマトが悪いのかな。やっぱなんかそうちょっかいかけちゃうんかな。なんか結構懐かしい気持ちになるよな。もう着きますよ。いや楽しかったね。楽しかった。まあ俺らからしたらやっぱアーティストってより地元の友達だから、地元の友達として出てもらってますけど、やっぱりバーティストとしてね今もう大人気ですけれども、多分みんなも知ってると思うんですけど、もし知らない予定していたらぜひ聞いてほしい。本当に1回僕たちの地元の誇りですから、皆さんもぜひ聞いたりチャンネル登録していただいて。本当別にコラボとかそういう予定でもなかったんだけど、どっちも地元のスターやからねっていうところでこれから頑張っていきましょう、お互い。ありがとう。頑張れるわ。今日本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。サンキュー。それじゃあまた次の動画で。バイビー。